どうも、俺たち、下流です。お願いします。ラジオ。取り直し取り直しやんけ、お前のせいで、お前のせいで最初2分間喋ったのに、取り直し、あめ。いく、わかるかな。いく。どっちが悪い？こんな悲しいことあるかよ。あるんだよ。危ない。こっちもグーで支えてたから。いいね。なんか、その、あれ、バキで、あのスペックっていう死刑周辺で戦ってた花山薫のスペックが戦ってた あの地面からちょっと隙間開けた方が食らうっていうシーン。もうやつ誰がわかる。スカ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 スいや今週ね、まあ、いろいろありました、はい、ね、今ちょうど、まあ、日付で言うと1月19日、はい、初めましてが終わってすぐかな、あの中西んとことのユニットユニットライブが終わりましたね。そうそうそう、終わって楽しかったね。楽しかった、めっちゃええな、やっぱ久々に漫才したな、ね、そう、やっぱね、お客さんがね、うん、あんだけパンパンやとやっぱちょっとね緊張してるわ。あー、パンパンやったね。パンパンやった緊張してるよ。まるで、ハンバーグを空気抜くときみたいにね、パン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 って。むっちゃちゃう。むっちゃちゃう。そんくらいパンパンやった。パンパンやったね。ありがたかった。ありがたい。本当に嬉しい。またやりたいですね。またやろう、これは定期的に。いや、そうなんですよ。ありましてね。うん、はい。いや、そうか。いや、漫才をやって、たのも久々でしたね。漫才、そう、1月の2日が仕事を始め入れていただいてて、うん、はい、で3日で2日3日と連続であって、で次会ったのが1月の19、はい、ネタ出番が2週間くらい空いてるのかな。2週間以上空いてますね。すっごい、すごか、仕事ない。そうなんよ、仕事ないの。ただなんかもうよくわからん、バランス取れてないのは2日と3日で5ステずつあった。ジュスってやつ。そう、ジュスってやつ。なんか変な、バラゲで、それをなんか、なんて言ったらいいかな、その、なんか無人島の食料みたいな考えで、1日で、1日2日でめっちゃ食いだめして。そう。で、2週間ぐらい経ってやっと救出されたみたいな感じ。最悪よ。そうね、バラゲさせたらよかったけど。いや、ありがたかったね。ありがたいですよね。そうそうそう、ね、ありがたいんですよ。楽しかった。あとね、ブリッジワングランプリとか。ブリッジワングランプリやったなぁ。悔しかったね。悔しかった、そのなあ、ブリッジおもろいやつ誰やみたいなライブ。そう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 、まあ言うたらなんかこう、まあ手としてはこうちょっとエンタの神様をモチーフにしたような感じなんですよね、はい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 、でちょっとこう、まあ、リズムネタあったりとか、うん、なんかやった後にこうちょっとしたブリッジがある、そのネタをみんなでやってみたいな感じで、はい、わしらの批判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 3つが轟いてた。轟き、うめえ、驚いてた。車3つでみたいに言いやがって、ほんま。いや、そうよ。ほんまに、だって俺らはね、もう満を持して、もうこのラジオでも言いました。ノーハンドノーズマンで行ったんですよ。やったな。満を持して。これがね、いや、まあ俺ら的にはええ感じやったよなと思ってたんですけど、うん、あの、袖にね、戻っておったら、うん、前半ね、見てく、前半、俺は前半組やったね、ネタ、うん、で、後半組の人が舞台上で見てくれてる、うん、で、その俺らがネタ終わった、うん、で、袖を折った時にじゃあ後半組を戻ってネタ準備してくださいって言ってこう、うん、前半組と入れ替わる時に、うん、その見てた最初の後半組が、うん、俺ら見てね、もうみんながありがとう、意味わからん、俺らのネタの完成度が低すぎてハードルを下げてくれたって、みんなにお礼言われた、ありがとう、ほんまに、特にビスブラ、ビスブラ、特にビスブラ、ビスブラも意味わからんかったよ、金払だ。おめでとう、おめでとう言われたら、言われたわ、ほんまに、なんなん俺らからしたらね、めっちゃ良かったよ、そうやで、で、エゴサーチしてもさ、うん、なんかほんまに下流はあの、いや、褒められとってね、うん、シモリはネタで滑っても平場で挽回できるって書かれてる。いや、ネタ、あれ滑ってた、ね、弱は、ネタ弱い、俺ら滑ってたよ、あれめっちゃおもろかったね、なあ、バーティーのやつやで、え、He is super human He is super human ピシピシピシ No, no, no Spider-Man No Spider-Man No Spider-Man No, 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 no Karate Man No, 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 no. He is no hand nose man. No hand
ノーズマン、俺の宝物。これがね、チンチコリン、これが空を切る。ゴエモンでもできへんって。空を切って、えっと、これをね、あと2回やりましたよね、うん、幸せの源、うん、意味わからん。そう、じゃあそれ、あと幸せの、俺の宝物、うん、幸せの源、あと何やったっけ。忘れてるやん、忘れんなよ。何やったっけ、俺の宝物。3個目や、3個目。てか、笑顔の源とかやったっけ、2個目は。もう知らんわ、自分。何やったっけ、やめよう、そんな話、逆に。マジで忘れたわ。じゃあ、ブリッジワンの日に R1 やって、わしは。お、ほんまや。で、ごめんごめん。R1 負けてブリッジワンやって。なんなん、あの動画、俺らの。R1、しもた、R1 対策とかって言って、落ちた後にあげるって。もうめっちゃ調子乗ってるやん俺ら。 R1 落ちて、そう、エグすぎるで。もうなんかさ、めっちゃ先の話してたけどさ、お前2回戦で余裕で落ちてるから。うん、めっちゃおもろかったのにな、ネタの話聞いたんは。なあ、めっちゃおもろかったよ。めっちゃおもろかった。そうそう、まだあの追加合格とかもね、もしかしたら今現在まだ分かんないので、この動画がある頃に追加合格もなくなってるかもしれないか。もうちぐはぐで言ったら、逆に落ちた話してたら追加合格で上がってるか。演技的な話をすればね。もうええよ。そう、もういいよ、もういいよ、まだ諦めんな、お前。ダメだよ、もう。めっちゃ見たかったわ。最悪やったな、あんまりな。どうやった空気的には。空気的にはめっちゃあったかかった。あ、みんなあったか、結構みんなもうめっちゃ手叩いて笑うようなお客さんも多かったな、うんうんうん、わしが出ていったら、うん、スノーボード状態。え、めっちゃそれ滑りまくってるってこと。珍しい。ほんで蛇行せずにまっすぐスノーボード。スノーボードって結構蛇行で楽しむやつやまっすぐや、むっちゃまっすぐや。え、門限近い、門限ギリギリのスノーボーダー。ほんまにあかんかったな。めっちゃ危ないやん、お前。だからあの動画で言ったネタはしてない。ああね、そうそう、違う。できんやろ。俺なんか覚えたのあれやろ、なんかジーンズ飲み込んで口から出し、それを吐き出したらダメージジーンズになってるとか。で、お前が意味わからん、なんかまず小石飲まなあかんなって。胃袋の中で小石でガチャガチャしてダメ、うん、それはそうや、酸ではダメージにならんからね。だってそれ世界やって、 R1 じゃないって。ゴッドタレント、お前も出ろ。ゴッドタレントって言って最速でバツついて、お前も R1 出ろ。何、R1 出ろ、あるやんけ R1。 それこそ、それやったらもう飲むヨーグルトの R1 をめっちゃ飲むとかになってみる。どういうこと、飲む R1 出ろっつったら、飲むヨーグルトの R1 をめっちゃ飲むことはできる。カンピューターカンピューター使ってる。あ、繋がったぞ。うん、ちっちゃいダイヤモンド。センスなし、センスなし。ほんまに意味わからん、ほんまに意味わからん。悔しい、いかつかったね。だからね、R1 も R1 ダメやって、でブリッジワンにちょっとね、もう下田、いやこれやったらもう絶対ブリッジワン優勝しよう。そうそうそう、R1 もちょっとブリッジワン優勝しようって言ったら、むっちゃケツから3番目やったな。順位ブリッジワンもな、終わってた。めっちゃ、そう、めちゃくちゃ意味わからんネタした今井雷八と、うん、めちゃくちゃ大事なとこがちょっと伝わりきらんかったチェリー大作戦の上に俺らを、めっちゃ最悪の表彰台。逆にへこんどん、あの表彰台ちょっとへこんどんじゃん。ほんまや、あれエグかったわ。ええことない。龍二、うん、にもうパチンコも競馬も禁止されて。いや、そうですよ、ことない。そう、もう下田オフィシャルの仕事以外ではこれやめようって言って。何も楽しい、しょうがないやん。お前その話するんやったらまた撮り直しやで。やめよう、やめよう、やめよう。撮り直し、もう、いや、もうこれだって結構時間経ってるから。いや、もう嫌やろ。もうやめよう。結構ありましたね。まあまあ、中西んとことのユニットも楽しかったですね。戻るねー、うん、めっちゃ戻る。あいつくらいこうするやん。え、シュガーボックス、シュガーボックスってあいつって多い。あいつくらい戻す。ごめんごめん、シュガーボックスがあいつって誰やん。あ
いつって戻すなよ、そんな最初に話した話。やってましたっけ、シュガーボックスって。第一人者誰知らん、あれ誰だ、あれ誰わかる。意外と大事な人かもよ。でもありがたいよ、本当にね、いっぱい来てくれて、うん、楽しかったね。楽しかったネタ、ネタ楽しかった。リピートアフタービー、久々に楽しかったよ。どんな、どうしていくかよね、こっからもっといっぱい作っていかないか、ね、こいつ記憶8分やん、本当にずっと更新されていく、どんどん。何が話したよって、それ最初。いやでももっとこれを深く話したいから俺はもう一回持ってきてる。やのにお前がもう話したっつって。あ、なるほど。そんなやり方やめてよ。あ、今のは全然いいじゃん。今のは全然いい。今来ちゃえ。俺は今怪我してる。いつも油断はするの。はい、師匠。俺の日々は自立している。かわいがってる。まあ、食いろ甘神でも毒があるんだよ。あるわ、こいつ。お前が甘いけや。やれや、そうやって。甘神でも毒があるんだよって、やれや。無理に決まっとるやん。俺みたいなミスター内弁慶が。ミスターミスター。MRS? いや、ミスではないやん。ミセスとかでもないやん。MR か。本当にね、いや、じゃあいいよ。俺はもうやっぱね、中西のとことの会話楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったね。うん。なんかこう久々にこうネタをこうやって、うん、まあまあね、あったかいお客さんでしたね。そうね。そう。正直あとこれをこう他のところでもやっていってどうなるか。うん、この時の配信はもうさすがに切れてるか、まあ、一応配信もしてたんでね。そう。買ったらおもろいかなと思うんですけどね。見てほしいですね。いろいろ話しましたから。はいはい。あとね、我々で言うとちょっとこう単独ライブ、単独ライブ、そうなんですよ、あるんですよ、単独ライブカフフっていうのが意味わかる、はい、カフフ、初めての単独ライブね、カフフ、カフフ、カタカナカフフ、意味わからん、ひらがなけやきみたいに言いました。それが知らんねん、ごめん、アイドル知らんな。お前って本当になんか、なんだろうな、俺マジで初めてかもしれない、唯一この世で何嫁一筋ほんまにえぐい、ええやむちゃくちゃ、こんな嫁一筋見たことない、おるって全然ちょ、見たことない、本当にお前か長谷やん長谷やんって、味一筋やって味一筋長谷やって、ちょっと調べよう、これそういうツッコミちゃんとしたいけ、味一筋やったっけ、長谷園の麻婆春雨、味一筋、あ、長谷園や、よかった、当たってた、これ、よかった、そう、いや、そりゃそうや、お前か長谷園ぐらい一筋やわ、もうリュウさんはもうやばいからな、はい、リュウさん、マジで、じゃそれはなしやん、ほんまに、じゃあ、俺、足りひんよな、何が一刀流じゃ、なんかその、三刀流したら、え、マジで？なんかいろんなもんつけてさ、もうきついってそれこそ前リュウさんが言ってた、中国憲法で練習するあのキーくらい、あ、いっぱいいっぱいつけて、怖いってそんな練習したら、違う違う、あれって一本にいろいろ変なんついてる意味わからん一本が出来上がったけど、ぶどうみたいな、意味わからん一本で、いや、だからリュウさんここにそうついてさ、うん、わしのここをこう音がしてさ、おわっとかなったりして、何がしたの意味、仮にも俺のものやろ、なんでお前の口にパー入れるの、さっきしてたよ、わけわからんって、わけわかんない、意味はそのトンファーみたいにしたくない、しかも持つとこトンファーで、ここに武器あるやつ、そうね、なのになんでか持つとこでパーあれ何がつい、トンファーにしたないんや、リュウさんも、ね、一途のやついますから、いや、そうそう、いいですね、カフフありますよ、どんな、まあね、とりあえず漫才ですかね、漫才、うん、漫才を、まあ、6本の感じですかね、イメージは。そうですね。そう、いろいろやりつつ、うん、1時間ライブかな、うん、来てほしいですね、ザザハウスっていうところ。そう、だから、もしかしたらゲストも呼ぶかもしれないし、もしかしたらね、うん、まあ、分からん、先のことやから、まだそこまで話進んでないですけど、ぜひ、でも、珍しい。え、珍しい、うん、何今の、動かなくなったエヴァンゲリオンみたいな。動かんかったエヴァンゲリオンみたいな、シンジ君みたいな、打ちたいんやね、ほんとに打ちたい、新しい信頼打ちたい、信頼打ちたい、忍玉出るらしいね、忍玉のあんたろう赤はシャックルみたいな上がってきてるかも、俺、音程変えない
俺シャックリ、俺にシャックリに音程変えられる。ニート、ロンタロウ。そんな犬おるけど、急に喋るみたいな。やばいな。みたいな最悪やわ、ほんまに。うちだ、うち行こう。まあ、え、俺ほんまにニンタマランドルだよ。じゃあニンタマやて。忍び魂。忍び魂ね、それで言えや。ニンタマやろ。忍び魂打ちたいなぁ。おらめっちゃ打ちたい。まあ俺は打つけどね。これやね、しょうがないよ。これよく違いは何か分かりますか。面白さですか。イエーこれよくない、これよくない、はわててるよ、あれ地獄に。やめ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 、そういうことですよ。あらあらあら、もうね、時間もたっぷり経っちゃいました。カスタードみたいに言いやがってたっぷりカスタードお前しか言わんねんって、それたっぷりカスタード尋常で言ってたけど、たっぷりカスタードやマジで。いやまあまあね、はい、ありがたいですよ。まだ来てください。はい、まだ見てください。ありがとうございました。